超厳重な警備、忍び込むのは無理そうだね。セーバル、今こそ知恵で出し抜く時だよ。よし、お姉さんに任せなさい。ちゃんとついてきて、バレないようにね。ここから先は軍事エリアで、関係者以外立ち入り禁止だ。待て、あなたは…え、セーバルさんですか？お久しぶりです。よ、フランツじゃない、久しぶり。どうしてまだ入り口の見張りをしてるの？それは答えられないですよ。セーバルさんは相変わらず鋭いですね。こんな遅くにどうしてこちらに？後ろの方たちは？弟から禁区のエネルギーパイプが故障して結構深刻だと聞いたんだ。下請けの修理者は信用できないらしくて、私がただ働きに来たわけ。この人たちは私の助手で、ここにある設備を全部点検するつもりなんだ。パイプに問題があるとは聞いていませんが。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら、早く中に入れて。深夜に暖房供給に問題が起きて、人が凍死したら責任が取れるの？いえ、取れません。ジェパード自衛官のお姉さんなら問題ないよな。わかりました。これは臨時の訪問証です。なくさないように、出るときに返すのを忘れないでください。ありがとう、フランツ。機会があれば弟に昇進させるよう口添えしておくよ。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので、俺のことは何も言わないでください。それが一番助かります。ほら、簡単だったでしょ。さすがジェパードのお姉さん。私はジェパードのお姉さんだと認識。真ん中にあるあの機械の桟橋が見える？桟橋を抜けた向こうがこの世の地獄だ。そうだね、おそらく雪や氷に覆われて寒くて耐えられないような場所じゃない？研究職だったからそんなことを考える暇はなかったよ。あの桟橋の向こうにあるのが禁区の前線。そこには果てが見えない列海、疲弊したシルバーメインたち、それに死の匂いが漂う空気がある。さらに北部に向かいたいのなら、あの地獄を抜ける必要がある。覚悟はいい？そうだよ、今更引けないよ。じゃあ行こう。まずは橋を渡る方法を探さないと。私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作成に参加したことがある。複数の端末を組み合わせて制御してるはず。探してみよう。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？こんなに危険なのに心配にならないの？あいつはランドゥー家の人間だよ。ダメ、この端末はオフラインだ。ここからでは操作できない。じゃあどうすればいいのよ？他のを探してみよう。桟橋を結びつける各プラットフォームに似たような端末があるはず。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違う。ダメ、起動できない。端末へのエネルギー源が誰かに遮断されているみたい。いや、そうじゃない。よく考えてみたんだけど、これは故意に設定されたものだと思う。前線の警戒期間中は
桟橋を渡れないように動かして、そして後方では端末のエネルギーを切り、誤操作もしくは兵士が逃げるのを防ぐ。そうすれば前線が突破されても列海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入することはできない。ブローニャが言っていたのは本当だったのね。確かにシルバーメインはベロブログを守るために命を懸けている。ただの憶測だよ。でも十中八九そうだと思う。弟は言ってた。列海のモンスターに対抗するためには極端な手段を選ばざるを得なかったと。前に進もう。2つの端末がどちらも起動できないのなら元になっているエネルギー装置を見つけないと。あれだ、大きな鉄のボールみたいな、あれ。門を挟んだ向こう側だなんて、めんどくさ。あれの正式名称は、機関エネルギー中枢だよ。これだけ多くのパイプがつながっているとなると、シルバーメインのキンク全体のエネルギーが、この装置によって賄われているはず。うん。警備が厳重なのも頷ける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。私たちはそれで痛い目に遭ったのよ。この装置の権限を手に入れられれば桟橋の端末を操作できる。だから門の周囲に緊急点検に来たって言ったんだよ。後方だけじゃなく前線にも点検が必要な設備があるはずでしょ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう。あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。やあ、こんばんは、兵士さん。お前たちが緊急点検に来た技師か。しばらくあたりをうろついていたようだが、問題は見つかったか？いや、今のところ全て正常だよ。私の予想では問題はエネルギー中枢にある。定期点検をしたいから中に入れてくれない？私はこの設備のイテレーションに参加したことが。ダメだ。護衛隊長の暗号キーがない限り誰もエネルギー中枢に近づいてはならない。大守護者様が来てもダメ？大守護？その手には乗らないぞ。暗号キーがなければ誰も近づいてはならない。やば、この人頭が回るタイプだ。さっき暗号キーって言ったよね。どの隊長に会えばいい？ダン隊長は今休憩中だ。お前たちで探しに行け。隊長が認可すればお前たちを通してやる。ダン？ダン？はあ、早く行って。問題ないよ。後でまた会いに来る。やあ、ダン、久しぶり。あんた護衛隊長になったんだね。セーバル、久しぶりだな。相変わらずキレ元気そうだな。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。昔は私のバンドのキーボードを担当してて、かなりの腕前だったんだ。この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。
あ、こんにちは。なんか変な匂いがするような。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ。私はシフト交代でついさっき。ん？もう一回言ってみろ。報告します。2日入っていません。みっともない。来客の前でよくそんな失礼なことを。すまない、情けない一面を見せてしまった。大丈夫だよダン。そうだ、機会があればまた私と一緒にステージに立つ気はない？今のキーボードも悪くはないんだけどさ、やっぱ舞台でバンドをやってた頃が懐かしいんだよね。昔のことだセーバル。俺はもう久しく鍵盤には触れてない。それにこの金庫を一年中見張ってる俺じゃもう城内に戻る機会はないかもしれない。少しよそよそしい物言いだったな。それで俺に何の用だ？何も問題がないのなら早く帰った方がいい。ここは安全じゃない。パイプは全て点検したけど問題はなかった。機関エネルギー中枢だけまだ点検してないんだ。あそこの衛兵から聞いたんだけど暗号キーが必要らしくてね。手伝ってくれない？どうしたのダン？すまないセーバル。ジェパード守衛官に何て言われてここに来たんだ？ん？ああ、それは姉さん、金庫のエネルギーパイプが故障した。あの役立たずの技師たちでは原因すらわからないってな感じだったかな。じゃあもう一つ、彼はいつ連絡をしたんだ？今朝かな。そう、今朝だよ。今日は市街の巡回を担当してるんだってね。依頼するために私のところに立ち寄ったんだよ。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかりだ。俺がもう一度彼に確認しようか。え？待って待って、もう戻ってきてるんだ。嘘でしょ？少し前までは城内にいたのに。セーバル、お前はずっと変わらないな。嘘をつくのが下手だ。連れてきた者たちも工房の助手じゃないんだな。セーバル、手伝いたくないわけではない。だが俺がベロブルグのシルバーメインだということを忘れてはならない。セーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言わない。だがこのよそ者たちはここに残ってもらう。交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで連れてきたんだから一緒に戦うよ。この件はベロブルグに関係する。いや、世界の運命に関わる。ダン、私たちを通して。セーバル、かつて毎日のようにバンドの練習を共にしたお前ならわかるだろう。俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。めんどくさいやつ。ランドゥの名のもとに氷雪を越え気づきし、この志朽ちることはない。めんどくさいやつ。この程度か。正義はここにあり。
懺悔するといい。いたてた。己を解き放つ準備はいい？犯行も陽動も霊落も全部鬱陶しいわね。あの世に送ってやる。はっ、行くぞ。絶対に引かん。星の祝福をあなたに。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。そこまで。やっ、ヘボは。セバル、どうして？ダン、ごめんね。少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ。心配ない。頑固なやつ。でも強かったわ。遅延に足りないのはこういう人よ。見つけた。これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報。後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。それはまだ先だよ。こんなに早く諦めないで。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても性格をこの目で見てみせる。行こう。エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に物を見せてやる。星々が私たちの名を記憶してくれる。やった。開いた。やっ、少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの？どうしてこんなに複雑なわけ？緊急消防拡散システム、絶対これじゃない。ダンスフロアロックンロールモード、誰が組み込んだんだ？しかも私の曲を使ってるし。機関桟橋制御端末見つけた。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。あのさ、セイバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの？一直線に包囲網を突破するか、理屈で解き伏せるか、臨機応変に行こう。誰かいるのか？気をつけて、前にでかいのがいるわ。他に道はない。正面から応戦するしかないみたいだ。私たちはスバローグにも勝ったんだから、あんなの取るに足らないわよね。行くわよ。面倒くさいやつ。次。
全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。正義はここにあり。懺悔するといい。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。早く早くして。 40% 65 85、はあ、やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。急いで。進もう、前線に向かおう。大丈夫なのか？弟もそこにいるんだろう。多分ね。鉢合わせないのが一番いいけど、もしやったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか？自信ね、3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セーバル。もし俺たちと弟の意見が割れたら、お前は俺たちの側に立つのか？それはもちろん。お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決するなんて少女らしい上品さに欠けると思う。弟が入隊してから私たちは喧嘩をしなくなった。小さい頃はいつも私に勝てなかった。